18歳エリコが、そう2周年すごい。エリちゃん見えすぎる、ね、エリちゃんわかんない、まだだ、え18は大人だよ。大人だ。もうだって次高校卒業でしょ。待って画面寄ったらごめんねみんな。今高3。やば。え、のんちゃん高2？そうだよ。え？のんちゃんは高1だよ。あ、高2だよ。高2っぽいね。え、高2っぽい。のんちゃん中3止まってるんだけど。コッコが高2？え？高3？ゆいちが高校生になりましたって。え、やばい。ゆいち高校生なの？どうしようね。ご飯食べないです。来たまで来た。エリコ帰ったの？知らないよそれは。エリコいるでしょ。今日は。今日はっていうかいつも。前髪がもうダメだ。気にしたら負け。これ。お。見つかる。明日公園だよ明日。今日ね。体幅が変だからめっちゃ。あと。気のせい気のせい。今から焼きそば食べます。これのマスカットを。食べたんですけど美味しかったから。美味しかった。みゆはね今日これを見つけたんです。やばい、みんな見つけすぎ。今日はマンゴーがあった、ね、これエリコはこの部屋にね、暑くないここ暑い。しょうがないな。ありがとう。そして新発見お豆腐くんなんかさ、ユキがさそれ見つけてこれ買えばとか言ってた。美味しそう。え、これ美味しいよね。大好きなんですよ、ね、私が珍しくない別に。このマンゴーはみんな私のことを知らないんだよ。初めて見つけたから初めてです。まだ食べたことない。ありがとうございますね皆さん。でこれもさ画面用意したい。まつげあげたら変わる。目大きくなる。なる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 。まつげあげるか。え、焼きそば買ったの？そうだよ。え、それ屋台の焼きそばみたいな。美味しそうだね。美味しいよ。なんか味が濃そう。いい匂いする。あ、ないや。ピューラーないや。え、これゆきたんって。え、ゆきたんってゆきのこと言ってる？ゆきたんのこと？わかんない。なんかたまにさ、いまだにさ、ゆきのことをさ、ゆきたんって言う人いるよね。みんなんだよ。私のことそろそろ覚えてもらっていいですかね。そろそろ間違えない方がいいよ、みんな。そろそろ間違え二人からすごい鋭い声が。いや、私は間違え…え？全然聞こえない。あの、マイクしてもらっていい？ちょっと確かに あのマイクしたら早すぎるじゃん。いや、私のことをユキって呼ぶ分にはさ、なんかまだ間違えてるんじゃないなぐらいなの。でもユキのことユキタンって呼ぶ人はちょっと何も知らないよ。先輩メンバー間違えないですもうね。ん？先輩メンバーで間違える人はもういないです。早かったも別に覚えてるよ、うん、ユキちゃんって呼ばれるぐらいじゃない。ユキちゃんはだってね、ユキちゃんとは呼ばれるけど、ユリさんとかにね。そして痩せちゃうよゆき。え、なんで？でも家帰ってご飯食べるの。待って、遅いな、うん、夜ご飯。みゆはね、今日ねめっちゃソルベットの匂いする。めっちゃ美味しいよこれ。うん、ふん、今日は明太クリームうどん。これはね、今日麺しか食べてないんだけど。うん、デブルスイートミルクコーヒーです。もう美味しすぎる。まあ皆さんはゆきたんって呼んでください。それは分かりやすいので。本当に美味しいです。太ったのにな、痩せようって昨日決意して。え、痩せるって思ったから、か昨日は爆食したのに結局今日も爆食してた。いつもしてる。てか家にいると食べちゃうから、うん、外にいる方が食べちゃわない？え、食べない。外にいると。マジ？家だと永遠食べてる。家の方が食べないかも。暇だと食べちゃう。メロンは、メロンは好きじゃないので飲んでないです。あ、メロン好きじゃないからさっきのも好きじゃないって言ったの。メロンボンボン。うん。あ、そう。そして明日も公演なのでスタバかゴンチを飲んでしまう予感がします。でも明日も3人で過ごすよ。確かに。上野にあるよ。3人で過ごす。え、明日は朝から3人じゃん。あ、そっか。あ、そうだ。そうです。一番最速で忘れられた。明日楽しみ。しかも雪が降ってくれたさ、話題なのに。明日楽しみです。公演前こぼしたら死ぬ。これ死ぬとか言って、死ぬとか言っちゃった。あ、放送禁止。放送禁止用だよ。まあ聞かなかったことにすればいいんだよ。みんな忘れよ。みんな今のことメロン本当にあの飲めない。ティッシュ欲しかった。果物の中で唯一かな、唯一苦手。ティッ
ゅってつけるんだ。お箸ね、箸出して。え、それ明太からの。うん、おもろすぎる。ありがとう。焼きそばね、たまに食べたくなる。ありがとう。コンビニで焼きそば買ってきた、初めて見た。うん、美味しい。え、でもキュウリも好きだし、うん、なんだっけ、スイカも好き。だってキュウリとスイカを一緒にしないでよ、急に。ウリ、ウリカ、ウリ。ウリカ？スイカ？一緒でしょ？キュウリとスイカ。うん、一緒だよ。え、一緒だけど、だってフルーツじゃないの？え、待って、味は似てないって。え、だからキュウリってフルーツなんでしょ？違う、逆にスイカが、あ、そう、スイカがフルーツなんだ。あれ？あれ、エリコ？ん？エリコ？エリコ？え、こっち来る一瞬。エリコらしき人が。エリコにプレゼント。そう、メロンが本当に苦手なんですよ。黄色とかも絶対に食べれない。うんうん。パプリカは？え、だからスイカは好きですよ。パプリカは好き。パプリカもフルーツだよね。パプリカって赤いピンクでしょ。うん、あ、ピンクじゃないや、黄色じゃない。黄色か。え、あ、両方でしょ。あ、ピーマンが、ピーマン自体食べれない。え、全然。ナスが無理に。カキは好き嫌い多すぎでしょ、二人とも。カキは前まで好きじゃなかったけど食べれるようになりました。え、カキのドゥクドゥクしてる部分好き。何それ。真ん中のドゥクドゥクしてる。フルーツは一番は桃。うん、ユキ毎年買ってる。あ、紅生姜は食べません。桃となんかどんどんなんかさ沈んでく、このスマホ。え、紅生姜ユキが大好きだよ。いや別に紅生姜だけ食べないでしょ。アメリカンチリーとティッシュ取ってきます。甘いイチゴ。え、スタバのフラペチーノはあんまり飲まない。フラペチーノ、フラペチーノは本当にあの美味しそうな、なんていうの、甘いの。いちごとかじゃなくて。そう、バニラとかじゃなくて桃。桃は毎年飲む。うん。柿硬いのが苦手。え、硬いのが逆にいい。硬いのって売れてないから美味しくないんじゃないの。そんくらいがいいかも。ちょっと売れてるぐらいがいいかも。でね、カラオケするって言ってたけど食べて終わりそうだね。うん、ちょっと時間ないかも、うちら。うちらには時間がなかった。帰るの遅くするかも。ちょっと帰るのは遅くしたくないかな。あの、だからこういう系が多い。いただきます。こういう系が多いです。っていう話です。誕生日。若いね。ね、これ何？え、それ美味しいよね。これ美味しいらしいよ。それさ、き、あの普通のやつ飲んだことある。レモンなんだこれ。誰が買ったの？ミユじゃない。美味しいよね、これ。しまんか。めっちゃ画面用意したらごめんね。これ普通の味のやつ飲んだ。普通に麦茶買っちゃった。咀嚼音が今さ、うん、エリコから LINE 来て、寂しいから、うん、会いに来てもいいよかっこ寂しいってきた。うん、かわいい。あとで行こう。まあショールーム始めてから行こう、うちらが終わった時に。うん、エリコまだ始めてないの。エリコ8時から。8時からでしょ。嬉しいです、お誕生日。うん、でも私はエリコの誕生日を日付変わった瞬間に祝ったら一番だった。リバースに勝った。リバースちょっと遅いんだよね。今日はもうほんと配信するつもりなかったからさ。そうなのよ。配信するつもりなかったから、スタンドも持ってきてない。帰る予定だったんで。本当に。うん、クリームだと口周りについちゃって恥ずかしいから後ろ向いて食べよう。それが見たいんじゃない。ん、見たいんじゃないもちょっとおもろいかも。やっぱアイス食べたくなっちゃった、熱くて。塗ったら食べたくなるじゃん。うーん、ね、でもこのゼロキロサイドのさ、うん、乳酸菌が一番好き。え、だからそれが好き。青いやつ。あ、それが普通なの。昇格したから金髪は解禁されますか。解禁はされましたけど。うん、何が。うん、する予定はないです。今日マスクしていけば、うん、落とさないでね、そのまま。うん、あんまり私にかかりそうね。ちょっとユキが机揺るすからさ、うちらのスマホが揺れてんのよ、さっきから。なんで揺れてるかと思ったけど、ユキの足でした。昨日さ、昨日めっちゃ髪の毛染めたい欲に染まったんだけど、うん、治った。私ネイルしたい、ネイルしたいというか自分でネイルしたくなって、結局ちょっと時間なくてやめ た, しました。なんかさ、仮面用意したらごめんなさい、ギラギラすぎて不安定。
え、あの自分でネイルしたくなったからめっちゃ TikTok でセルフネイルが流れてくるようになった最近。え、てかインスタのさ、インスタのあの、うん、おすすめ、おすすめが全部ネイルだった一時期私も割とそうかも。これもうこのネイル早く変えたい。次は何色、うん、青系の色、あの、うん、いい今ディズニーランドでドナルドがやってるので、それのために青と揺れるカチューシャのやつある、めっちゃ可愛くない、それとあとはソコミラのオープニング衣装が青なので、それもうどっちも青だからちょっと青にしようかなと思って。派手髪ハマると楽しい。うん、でも次元に戻らないの悲しい。でも派手髪にハマるとさ、美容院代がえげつなくなるよ多分。でもどっちにしろさ染めには行くじゃん。地毛に戻んなくなるのが嫌なんだよねみゆ。でもそのさ青ネイル青にしてさ、ドナルドで合わせられるのはいいけど、そこ見らなかった時悲しくない？ただれんだけだったら悲しいね。ただれん青の衣装ないもんね。あるか、あないね。ビンゴ、ビンゴのやつちょっと青、確かにちょっとね気持ちとそれくらいかな。そうね、春が来るまで黄色だから真逆の衣装で、あと一個考えてるのが、うん、もう二人の話を聞いてる配信になってる感じ。17期の2周年、うん、2周年半目の時にあの17期衣装のデザインのネイルしたいなって思ったけど、うん、難しいよね。え、でもいけるんじゃない？やってたよね。やってた？黒ひょうさん、ありがとうございます。え、マネージャーさん。え、そうなの？ユーマネージャーさん。あ、コンサートの時にしてたよ。え、そうなの？え、そうだよ。見れなかった、見てない。写真見せてあげるよ。撮った写真。2周年で、あのエメラルドグリーンのチェックの衣装の。でも、エメラルドグリーンにするのいいんだけどさ、あの衣装以外にエメラルドグリーンそんなに存在してないんだよね。ね、普段の服もだけど。あとは、誕生日に、生誕、生誕に合わせて紫ペンライトカラーしたいなと。かわいい。でみえも水色とピンクやりたい。いつか。でも濃いやつじゃなくて薄いやつがいいね。普段紫ってあんまりしないからさ。でもなんか私ピンク系が一番いい。ピンク白系が何でも合うよね、うん、リボンネイルみたいなのがかわいい最近。リボンしたい。薬、これ薬指に、うん、薬指になんか大きいのつけたい、うん、今はこれ。髪は染めないよ、まだ。結婚でも急に結婚って言わないで、ゆき。結婚指。髪染めたらおしシェムしますっていう人はなんで？そういう人はバージンヘアがいいんでしょ。うーん、じゃあその人の性格は好きじゃないってこと？だからそれまでだったってことでしょ。髪で好きになる、髪で好きになる人って特殊だよね。好きなら髪変えても別に好きじゃないのって思っちゃう。あの推しがロングでショートにしたらちょっとあんまり興味がなくなっちゃうことはある。だから顔の印象も変わっちゃうからかな。印象、あの雰囲気が好きとかあるんじゃない、うん、あもうそれ雰囲気じゃん本人じゃなくて雰囲気が好きになってない。ビジュアルをしてるってことか、うん、うん、そういうことか。ああじゃあ見た目で判断してるってこと言い方を強くするとまあそういう人もいるか。まあそういう人は世の中にいるよ。でも髪色で推し変はちょっと嫌だな。だって髪色変わったぐらいで推し変してたら何人推しが必要なんだろう ね。そういう人って不思議に思っちゃう。じゃあさ、どんどん髪色変、その推し変した推しがどんどん髪色変えてったらもう永遠に推しが3日に1回ぐらい推しが変わる可能性もあると。たまたま髪染めてたら大変だ。でもそういうことを直接言われたら悲しい。なんか言わずに去るのならよくない？静かに去って、なんか別にあの推し変するときに勝手に去ってく分にはいいけど、その髪色を変えたから推し変するよっていうその宣言はそんなにいらないかもしれない。でも言われたよ。でもさ推し変する人は結構何人かいるけどさ、うん、気づいたらいなくなってるよね。でもそれはそれでさ不安になるんだよね。なんかあったのかなってなる。そう、うん、しょうがないよなんか目が悪いことしちゃったかなって思う
むしろいろんな姿を見せてほしいだって優しい。もし髪染めるなら何色がいい？ねみよさん、うん、なんかさ茶色なんだけど、うん、ちょっとグリーンっぽい茶色、なんかちょっと光にオリーブグリーンブラウンみたいなやつがいい。オリーブブラウンって存在してるの？なんかそんな、なんか可愛い、うん、あれがあるよね、うん、あるんだ、アッシュ系の。あ、揺らしたピンク見てみたい。ピンクは可愛いよね。ピンク可愛いと思う。でも染めるなら、これはセブンイレブンの焼きそばだよ。普通に、あ、茶色かな。え、大人3人組だって。確かに。あ、そうだよ、もう二十歳になっちゃったよ。はあ、あ、そっか。ゆきた二十歳？そうだよ、まだお酒飲んでないけど、まともに。お母さんとかとも飲まないの？え、この前一口飲んでやめた。なんで？別にいらないと思って。何飲んだの？普通に、え、ほろ酔いみたいなの飲んだけど、別にいらないやと思って。でもゆきもママと飲んだことない。飲まなかった。お母さんに飲もうって言われないの？え、お母さんが飲まない。言われない。うん。親は飲まないし、お姉ちゃんも別に家じゃ飲まないから。黒髪ロング正義だって。飲みに行かないし。ちょっと嫌になっちゃった。ごめんなさい。黒髪ロング正義だし、うん、まあ世の中いろんな人がいるからね。そうだね。酒一番強いのは誰？多分みゆ。でも私別に飲もうと思わないから。強いっていうか、その酔うまで飲んだことがない。だから強いんだって、うん、私お酒を飲もうと思わない。なんかお酒飲んで楽しくないとかよくわかんない。普通に飲み物なんて、フリードリンクでいいのか、ね、ずっとこのままの考え思考。何？私は強いんだよ、それは。私は飲もうと思わないから。そう、一緒に飲みに行きたいな、いつか。え、行かないよ。飲まないよ、多分行っても。ミキさんが飲んでくれないらしい。行っても飲まない。なんで？普通にソフトドリンクでいいんだけど。今、エクステです。早く取りたいんだけど。でも取らないと伸びないんでしょ、エクステ。酒イキリって言われた。イキリミュー。みんなどう思いますか？でも飲んでないからな、本当に。今別に飲まなくても楽しめるじゃん。でもこれでも短い、うん、飲まないと楽しめなくなったら終わりだけど。終わりとかじゃないけど。でもおつまみのお菓子が好きだからさ。別におつまみをジュースじゃなきゃいいんでしょ。炭酸でいいんだけど、私は今この長さなんですけど、本当はここまであって、この前まで、まあ、エクステだったらこのくらいなんですけど、あ、飲んで楽しいと思えるんだったら飲むのはいいと思うよ。今ほぼメイクしてないからね。ちょっとでも家族が好きだから、普通に家族と飲んだりおすすめ。家族が別に好きじゃない場合は飲まないから、休憩期間を入れたいんですけど。全然飲んでないよ。一口、あの、なんだろう、酔うとかの次元じゃない。なんか一口も飲んでない、普通に。ジンジャーエールばっか飲んでる、普通に。なんかだから友達と出かけてもお酒飲む席じゃ、お酒飲まないな、友達も別に一緒に。うん、なんか私に合わせてくれるから。友達いなかったわ飲む友達いなかった。やばいやばい、東京だから。ほんまや、飲むか聞かれて飲まないって言ったら合わせてくれるから。明日の底見る何の髪型しようか、めっちゃ迷う。地元帰った時も友達誕生日来てなかったから飲まなかったから。なんか飲まないよね。でも友達が飲んでたとしても私は飲まないから、うん、ジンジャーエールでいいって言っちゃう。飲まなくても別にいいよね。いや、普通にジンジャーエールが美味しい。ポニーテールしたいんですけど急にね、もう楽しくなっちゃってるね。え、リアどうしよう明日。もう決めた。いや、決めたとか言ってメイクさんに相談する。ユニットがマークの話したら怒られるんだった。え、そうだっけ。うん、ファンの人に怒られる。なんで？何の話？お酒の話した。なんで、うん、怒られる。なんで厳しいね、うん、そこの人たち。まあ飲まなくていいことは飲まなくていいんですよ。ポニーテールが候補なんですけど、楽しむか楽しまないかだから。おろしがいいんですよね。ほどいたら一人でこうやってパッつって。かっこいいじゃん。急にね。でもありがとうございます。激しすぎて勝手に取れる。確かに。あ、一本でとか言っとく最初に一応。緩めのポニーテールで。取れそうなやつでお願いしますみたいな。猫耳ヘアって何？猫耳は動物ダメなんですよね。クラゲとか。なんか派手すぎんっていう。うん、だってストレートでなんかその一緒にやるってなったらだってさ。急になんか全員その周りストレートなのに一人で髪型変えることはできないんですよね多分ね。大変、そんな時間ないよね、うん、変えれない。前髪直す時間もユンギさんありがとう。結構いや急がないといけないくらいなので
なんかでも髪の毛前髪切ろうという考えですね。髪型は明日決めたら。半身何やるの、うん、知らない。みんたちマジで分かんないね。ね、え、半身あと何週間？2週間？え、またやらした。練習してない。半身本当に何も知らない。でもまだ何も決まってなさそうだから平気じゃない何が平気か分かんないけど、ちょっと平気だと思ってる私。アンケート、アンケートはだって結構前だったし、まあまあまあ、なんとかなるね。なんとかなるよきっと。なんとかするんだよね。あ、エリちゃんに髪型決めてもらうとか。ああ。いやでも。エリちゃん変なの言ってきそうだな。なんかエリちゃん全員何々とか言いそうじゃん。じゃ一旦聞いてみる。一旦後で聞く。どうしよう3本のこういうやつになったら。サザエさんとか言われたら。ダメじゃん。ここで。禁止。いや禁止じゃないよ。10分。半までやる？うん。どうもなかったね。45分。ん？ごめんなさい。1時間。うん、ま、え45分じゃない ?50 分ぐらいか。あ、いや、40分ぐらいじゃない？ 40 分か45じゃない、うん、じゃあ、ゆきさん一曲やだ歌ってほしい。いいです、大丈夫です。昨日私、ショールームする、この前か、うん、握手会前にやってた。はい、いやです、私はちょっとしません。いや、収穫モデルなのに、ちょっと、ASMR しな、これで。じゃあ、一緒に歌う？一緒に？いいよ。ちょっと歌詞を考える。歌詞 見ながら歌いたい。え？ん？え？え、いい子じゃないの？じゃあ髪型は明日のお楽しみ。お疲れ。ありがとう。みんなさ、髪色どうする？髪色変えたらなんか急にフォロワー1万人ぐらい減ったらどうする？黒髪好きな人1万人ぐらいいた。みんなユキが髪型変えたら推し変しますか？ニコニコって言ってる。ニコしますか？絶対しない。ユキのファンの人は一生しません。一生しません。本当にそれは本当にだよ。それ言ってなんか1ヶ月後ぐらいにいなくなってたらちょっと面白いかも髪型じゃない理由で。ね、そうで、そう、うん、一番悲しい。しない。優しい。みんな、いやしないって。もうね、嬉しい。だって金髪一回してたじゃんね。うん、でももうそれで、でもさ、しかもその時増えなかったファンの人。増えたかもでしょ。じゃあみんな求めてんだよ。金髪って言うて1週間もしてないよ。4日間くらい。だって私出会わなかったもん金髪中に。マジ、うん、学校行ってたから。かぶってない普通に。なんかユキじゃないわ、マユから、なんか後ろ姿、金髪の後ろ姿送られてきて、えって思ったらユキだった。最初みんな誰か気づいてくれなかったあるあるでしょ髪こんなに切った時学校の人何も気づいてくれなかった。高校生の時いたんだって言われた。派手髪ね。でも派手髪はしなくていいかな。髪色変えて支援したら悲しい。悲しいって、ユキが悲しいって言ってたらミエも悲しいから絶対しない最初ウィッグかと思った。だってウィッグで公演やったらなんか全部ウィッグ飛んできそうだよね金髪4日間くらい黒い網見えちゃうね。それ、なんか全髪の毛なしになっちゃう。いや髪は切りたくないかな、そんなに。そんなにだけどね、ちょっとはいいかも。うん、トンが上がっちゃった。わお、ネタロウさん、ありがとうわ。ありがとうございます。今普通にこれ何、嬉しい、ありがとう。 今はちょっと焦げ茶くらい。そうだね、ありがとうわネタロウさん。でもこれ色落ちなんだよ、ね、色落ちなんだよ、ね、めっちゃ揺れた。おもろすぎる。今の雪じゃない、今の雪誰だよ今の絶対雪いや明日公演だよ、楽しみ。マジで今日久しぶりに運動したら、うん、なんかもうすぐ疲れちゃったダメだもん、やばすぎ。毎日、ね、頑張ってもうちょっと。毎日公演出たら体が終わるよ。体が終わってしまう。でも意外とさ、公演始まったら楽しくてさ、できる。違うの、アドレナリンが消えた瞬間に痛くなるのよ、うん、そう。そうね。いや机にはスマホ立ててないです。机にスマホ立ててたらこんななんか高いところにないよ多分。
いやその毎日ってあれだよ、1週間毎日とかの次元だよ。だってゆりさんとか別に3日連続とか4日連続とか出てるじゃん、たまに。そこ見れるの？わお、1週間連続で1回出てみたいな。ん？1公演なら。あ、うちらは違う。で1週間連続で出た、え、でもそれ死ぬみたい、体持たないらしい。シャケさんがそれであばらやったって言ってた。うん、やっぱ公演って意外と体力使うよ。いや意外とじゃないよそこら辺の人のマラソンとかより使うよアドレナリンがね、アドレナリンでなんとかなってるよ。みゆ最高なんだろう、1回公演1回に2回公演2日3日とかじゃない、わかんない。え、でも寝ればいける。1回2回2回じゃない最大は。だってさ、うん、でもその前になんかイベントとかなんか動くものあってみたいな感じ。フェスのリハ期間とかに、コンサートとかのリハ期間にあるともう終わりかと思うよね急に公演入ると。照明、照明何日なんだろう最高連続。3日じゃない公演だったら、うん、だって私週末3日だし、1日空いて4日、3日か4日、水金土日、3日連続5公演してるんだ。うん、5公演。まあでもそんなもんで多分マネージャーさんが止めてくれるよね。いや、止めないよ5公演までは絶対止めないよ。6公演も多分止めないと思う。祝日3回とかも止めないと思う。まあいけるんじゃない、まあいけると思われてんじゃない多分。なんでも全毎日休息シート使わないと無理毎日演目が違って毎日2回公演で練習する時間があまりないみたいな時はちょっとさすがにびっくりみたいな時はあるけど、全部同じ公演だからまだ。なんか最後の公演はアドレナリンだね。でもせっかく次のゆいりさんの新公演覚えたら、もう4公演全部出れることになるから、見たらもう1週間全部出てみたい。もうそしたらもう毎日出てみたい。もうなんか1週間毎日出てみたい。なんかそれだって毎回おもろくない、公演さ違ったら終わるよ、うん、頭がその日のうちに練習すればいいやん。もうそうだけど寝れなくなっちゃうよ。揺れてる、それ机揺らしてるよ。みんなの足、みんなの足じゃない。みなんか足今ドクドクしてるもん、心臓あるみたい。いやそ結果ね、揺れた揺れた、私が揺らした。なんかたまにさ、うん、腕とかがドクドク言うときはさ、なんでだろう、ね、そういうあれじゃない、血流が変なのか。違う、変じゃなくて、ただあの代謝が上がってるんじゃないの、うん、代謝っていうか代謝が良くなってんじゃない、うん、代謝が良くなってるから血の巡りが良くなって。隣の人たちめちゃくちゃ話すなって、うん、ゆきさんが、じゃゆきさんが今日はゆきが一番喋ってるでしょ。え、喋ってないよ、ゆきずっと。なんで一人明日めっちゃ楽しみとか言い出したじゃんさっき、さっき練習中にねそう、急にニッコニコになってね、うん、リハし、リハじゃねえわ、練習してた。かわいい、ネギ挟まった、最悪、歯磨きたい。もうこの瞬間に歯、挟まった瞬間に歯磨きたくなるもん。いやぁ、ふぅ、明日の練習、まだまだ、あの、オープニングしてないっすね、オープニング結構やばめ。今、歌が聴きながらお花見気分でご飯が食べたい。やだよ、もうご飯食べるやん。お花2人もいる。お花、両手に花。あ、TikTok 載せてないね、載せよう。TikTok のさ、振りが覚えられなくて忘れられない。わかる、あのこの前深夜にやってた、あのアドレナリンで覚えてた。毎日載せてるよね。だってもう取りだめてるもん。えらい、あと3個ぐらい残ってる、載せてないの。だから私は取りません別に。毎日ゆきさんの秘密インシデントが聞きたいです。歌詞ここに置くんだったら歌えるよ。歌詞をあの先読みしてそれちょっと分かりにくいからやめてもらっていい？じゃあ歌えるけど、歌えますけど。練習乗せてもいいよ。目の前花？ミヤのこと？え？これじゃない？これじゃない？これじゃない？なんでそういうこと言うの？本物。あ、めっちゃ揺れてる。マリクはミヤの花の人はもう余裕だ。TikTok のアフレコ。確かに。なんかメイク。まつげやったらまつげ。ゆきのまつげ。まつげ。え、可愛いじゃんまつげゆき。その髪。メイク動画とか載せたいけどやり方がわからない、難しそう髪の巻き方とか。髪の巻き方ね、確かに、うん、ふう、よいしょ、疲れちゃった、あと10分やで。早いね、早いね。え、何分まで10分？え、半まで10分。え、時間出てこないのこれ。
時間出てくるものだと思ってた私。メイク動画まあ19分だよ。メイク動画見たいんですか、うん、おもろすぎる。前髪の作り方とかさ、あの前髪の作り方の動画そんな数1分で終わんないんだけど普通に。え、前髪あ1分しか載せられないの。前髪いや30分まで載せる作り方、ただアイロンするだけ、うん、参考にならない。いやだからなんか前髪はあのこんぐらいでみたいな、幅はこんぐらいでみたいな、セット前はこんぐらいで、セット長さのこんぐらいでみたいな、で横幅はこんぐらいで、アイロンは何度でとか言えばいいんだよ。あと私最近そういうのも調べたらなんか大量に出てくるようになっちゃって、めっちゃ前髪の作り方出てくる。なんかそれ全部自分でやるのがさできない。それやってるのよみんな。何メイク動画、昨日めるるちゃんの映画を見てたの、うん、めるるちゃんになりたかった、だからだそうです。髪の毛を切ってめるるちゃんになろうと思ってて、でめるるちゃんの髪の毛になれないよあれは。めっちゃ高いよあの髪の毛。なんかトリートメントもなんか月に何回もやっててみたいな。で髪の毛のブラシは長さは分かんないけど美容院にめっちゃ買ったら、でもさ、うん、まず骨格が全然違うから似合わないなと思って。そういうこと、うん、でもめっちゃすごいらしい。めっちゃお金かけてめっちゃトリートメントしたり、ブラシもめっちゃいいやつ使ってるっていうのをなんかテレビでやってた。すごいと思って。メルルちゃんって誰？わからない人調べてくださいぜひ。わからない人いるのか。そっか。ふう。ん？何もなんか特に大したこと喋らないで終わりそう。ショールームしただけみたいになっちゃう。確かに日常会話を聞いてるみたいな。本当だね。普段の。うん、なんか普段こんなんだよちょっと。え？うん？え？え？まあ、この後はオープニングやる。オープニング一番時間かかりそう。リバーと最終オープニング本当に。ねもう一回アンコールやりたい。え？お願い。うん。中盤もやる。オープニングが先ね。オープニング終わって。ユニットユニットは二人でやってください。もうオープニングもうやった朝に。ユニットはみんなこちらやってないんだ。明日やろうかな。ユニットはさセリやった方がよくない？セリっていうかその動かないよね。朝行確かにな。みんな明日で明日早く行ってオープニングやる？れるんですか？一回やって、うん、おうん間もオープニングやったら帰りたいな。今日はオープニングでいいよ。うん、明日行ったらアンコールやる。なんで？今日なんか話しながらやったからわかんない。幼稚園あとはきっとできるよそれは。もうもうなんか夏すぎん季節、なんかもう半袖でいい気がしてきちゃった。上着は着てるけどね。40分までだよね。え半じゃないの？明日半の人が40分なの。誰が来てくれるの？始めた時間で終わりたいの？なんかわからない。45? いや45 50ぐらいに始めてない？じゃあ50。え長いか。長いよ。キャン待ち。帰る時間遅くなっちゃうか。そうそうそう。帰る時間遅くなっちゃう。可能性はある。何も考えないで生きていきたい。最近。知ってる。まだ暖房つけてんの？それは暑いって。うどんめっちゃ美味しかったよ、ゆきちゃん。よかったじゃん。うん、ゆきうどん食べてるイメージない。ゆきそんな好きじゃないでしょ。うん、おい。でも食べに行かないな。でも食べに行こうって言ったら嫌だって言うじゃん。え言ったことないんだけど。えあるよ。絶対あるよ。え嫌だって言われる。確かに。でもえうどんみたいな。そう気分だね多分。大体いつもスタバだもん。気分にそぐわないんだろうね。うどんもおそばもラーメンも。ね冷麺食べに行きたい。もう食べたでしょ昼に。でもお店のじゃない。ありがとうくま。お店のじゃない。でもお店のじゃないよそれも。ほんでまで見ます。ほんでまで見るんだね。麺類だったら、うん、総合的に食費500円で抑えようって思ってんのにさ、ヘルシーだから全然無理だったわ。何も気にしなかったら、これ400円抑えた。イエーイ。でも気分かなやっぱ。パスタはそんなに食べない。落ちた。なんかだいたい家にある
なんか冷凍庫にあるもの食べちゃう。結局和食が一番好き。みずみんが言う冷麺、中華の、うんとね、みゆね、冷やし中華は苦手なんです。冷やし中華って冷麺じゃなくない？そうめんが好きじゃない。冷やし中華は冷やし中華じゃないの？そうめんさ、そうめんラー油入れると美味しい。なんか柔らかい麺が好きじゃない。うどんじゃん。うどんはコシがあるじゃん。うどんとおそばだったら気分。それはもう完全に。パスタかうどん。パスタかうどん、うん、気分、うん、冷たいうどんがいいかな。置かせていただきます。あ、揺れてる。え、そうめん本当に好きじゃない。あの出身がデザートソルベット、うん、1個欲しい。ラーメンはいいよ。じゃあウィンクしてくれた。片面太麺味濃いめの油普通にできない。なんかあのカラコンウィンクのヒロの時できてないよねってめっちゃ言われる。ありがとう。できないの。のりかネギ挟まってる。カツ丼死ぬかも。それはカツ丼いいって今笑ったらのり挟まってる。いただきます。うんふん食べる？バリカタ。うん。うんふんふん。え、食べたことあるじゃん。あ、きた。うん。油、え、油は、うん、今日ブスサイク。急に？急にですか？こっちの目がもう奥二重みたい、一重みたいになってる。一段って、一段なんか細麺だよね。チランって麺割と硬くない？硬いけど細麺じゃん。細いけど硬い。こんにちは。でもヒロ先週まででしょ確か。なんか映画見たい。最近もずっと映画が見たい。コナン見たもん。じゃコナン見たい。コナン見たいし。え、コナン見たい。見てきな。ドラえもんも見たいし、変な家も。変な家。変な家、うん、変な家も見たいし、なんだっけ。4月になれば彼女は。え、見たい。4月になれば彼女はもう。でもコナンなんか今までの見てないと難しいって本の方が言ってた。あ、でも今までで言ってよりかは今までの見てた全部。マジックカイト見てた方がもういいかな。あれなんだっけ、なんだっけ、交換ウソ日記。うん、マジでよかった。よかったよね、あれはもう。あ、見た。昔の大好きな桜田ひよりちゃんのあれ良すぎた。あれ見たわ。なんか今までの映画で一番好きなのがストロボエッジなんですけど、それと並ぶくらい良かった。映画は友達と行きます。基本映画家の近くで見たいからね。でものんちゃんとも見たわこの前。変な家私見たことない。いや好きな映画なんだろう。コナン。コナンかフェアリテイルかな。ホラーも、ホラーも別に朝だったら朝だったら夜くんの怖いじゃん。どういうことすぎる。映画基本一人かもしれない。映画は家の近くで見るか、系統と学校外に見てたけど特に決まってない。面白そうなのは何でも見ます。医療ドラマも好き。あー好きかも。でもそうね、焼肉は一人で行かないかもしれない。焼肉は人と行くね。一人焼肉は行く。だからマスクしよう今さら。そう今さら。え、マスクない。でも今さらやるんだったら変わらんマスクない。なんかだってさ、映画ってなんか友達と行く時予定合わせないといけないじゃん。映画って時間も決まってるからさ。あんじゃん。それ見えの。それなら白でしょ、うん、それならなんか好きな時間に行ける。一人で映画は誘って無理って言われたら一人で行く、うん、単純もしかして。でも一人でそんなどこも行かないかも。昨日ネットフリックス入れたんでログインしたからもう。外歩くときは絶対マスクしてる。家のテレビで。でもメイクしか崩れたくない日はしないかな。帽子してる。何もしないかも。そんなに暑いからちょっと暑すぎて耐えられない普通に。今ネットフリックスとディズニープラス見れるからもう結構何でも見れる。私ネットフリックスもディアニメもアマープラも何でも見れるわ。シーズン1は何も、ね、何でも見れる。スズメの戸締まりが見たい。シーズン2も見たいな。家で何でも見れちゃう。スズメの戸締まりが見たい。家でっていうか普通にスマホで見れるからさ。ディアニメが何でも見れるかも。基本見たいやつ。ありがとう。だから基本何も困んないかも。そんな基本何も困んないですね。めっちゃさ、かゆい。いや、暑いね。この部屋暑い。そうな。小学生みたいって言われる。でもちなみに私は自分で課金してるのは
アニメだけだから、そんなそんな月々月々何円とかそんなかかってない。みんな今何してるんですか。ルキを見てるよ正座しながら。正座はしてないね。でも正座待機って寝転がって見てるかもしれないよ。みんなどうせ寝転がって見てるんでしょ。目の前で画面の目の前で見てるからね。正座してんじゃない本当に。移動中は映画見ない。だって Wi-Fi ないんだもん。え、ダウンロードしないの。めっちゃかゆい、うん、なんでだろう。移動中はアニメ見る、か洋服見てる。洋服ね、欲しいよね。洋服が一番、人生で一番欲しいもの洋服かも。今ゆきちゃんに恋してるだって急に今はなんかウィンクしだしたんだけどこの子。え、今は眠いの。眠くないよ。服って毎日着るよ。毎日着てる。服があればまあなんとか生きれるんじゃない。服あれば生きれる。だから、まあ、あの毎日一番変わるものは服じゃん。確かに。同じもので生活できないじゃん。マック並びながら。いいなマック。え、じゃあもしさ無人島に行くなら服持ってくの。服持ってくの。いや別に無人島に行くのは。無人島ってさいろいろあるじゃん。人がいないだけの無人島。なんか電波は通ってるけど。電波も通ってない。何もない場合が無人島じゃないの。だいたい世の中の常識のやつって。例えで言ったら、例えで言ったら本当に何もないけど何なら持ってくで。結婚して。図鑑持ってく。ごめんなさい、いらないでしょ。食べれるか食べれないかわかんない。いやなんか図鑑持ってかないでしょ。ナイフとかじゃないの。ナイフ絶対ナイフでしょ。ナイフとかはさ作れるかもしれない。作れない。無理だよ図鑑。落ちたガラスとかできるか。じゃあいやだ。でも火がないから。火ん火起こしもナイフのなんかあれでいけそうじゃない。ナイフ石でできるじゃない。火起こし。え、石で起こすよね。虫がいるって無人島は。そうだよ。図鑑はいらないかな。何に使うのとか言われちゃってるよ。食べるものを調べるんだよ。え、それも覚えていくしかない。え、なんかマックのさ知らないでさ食べて死んだら嫌じゃん。ハンバーガー、まあ、でも無人島に行ったら死んでもいいか。うん、嫌だ。マックのハンバーガーさあんまり食べたことないんだけど。ないんだね。あのなんか新しいやつがあったよね。タツタ。タツタ柔らかいからしまいにくいからあんまと好きじゃない季節。なんかいつか出てた新しいやつが。バイトが悪いけど、ね、グラコロも好きじゃない。バイトが悪いけど美味しいじゃん。ポテト食べた。いやグラコロもふわふわすぎてちょっと嫌ですね。あ、マユでもいるよ。隣の部屋に。隣の部屋練習してます。マユは今振り入れしてます。図鑑燃やしたら便利。図鑑燃やしたら意味ないじゃん。確かに。燃やしたら意味ない。持ってきた意味。無人島に何持ってけばいいんですか。って言ったら無人島にいる行く機会ないけど。わかんないよ。だってさもしさ世界が終わりそうになってさ。いやわかんないよ。あれだよ。違う船でなんかどっか行きますって言われて結局船が動かなくなって一番近いの無人島でしただったらワンチャンあるじゃん。でも人がいたらいいよね。無人島じゃない。船があれば船で帰れるじゃん。だから船壊れましただったらだよ。じゃあでも持ってくとした。だって無人島行くとして、うん、持って一個持ってけるものを考える時間があるなら普通に2個とか持ってっちゃえばよくない。例え話だからね。確かに。だから別にそんなところに落ちんないように生活しようってことでしょ。じゃあメイク道具1個しか持っていけないってなったら。アイブロウ、眉毛、リップリップはなんかなんとかなりそうじゃん。リップは多分果実でいける。果実信じ。無理、乾燥するじゃん。なんだろうね、絶対リップなんだけど。あー、まあ確かに、リップか眉毛かまつげかな。だってリップあればチークも使えるし。日焼け止め、日焼け止めかも。でも日焼け止めいやいつかなくなっちゃうからな。いやアイシャドウも使えるよ。あ、リップ&チーク。無人島だからメイクする必要ないって誰もいないから。そうだった。確かに。でも薬用リップは必要だよ。だって乾燥しちゃうから。じゃあやっぱ薬用リップか。薬用ならいらない。乾燥してもいいし。誰もいないから。なんでなん。ファンデーションとか絶対いらない。一個だとしたら、ね、ファンデーションだけしたらもう真っさらのさ、影も何一つないのペーってした顔になるだけで。やだよ。最悪の。絶対リップ以外の選択肢ないんだけど。まあ確かにリップかアイブロウ。まあでも世の中の人の目の前に出るんだったら。普通に高校生まで眉毛描いて出てなかったもん。何もしなかったからさ、リップしかしなかったからリップでいい。高3ぐらいで、高2か高3ぐらいでメイクしてるから。学校にメイク。あ、でも高1からメイクしてるわ。でも何も分かってないでメイクしてたから、何がメイク変わったのみたいな写真見ても、うん、あ、じゃああれじゃない、無人島
に行くとしたら黒糖、あの黒糖砂糖の塊それ黒糖植わってないの、植えようよもう、黒糖って植わってるじゃん、ないじゃん、あるかわかんないあったらいらないやん、ほんまに。何が正解なんだろう。何も正解じゃない多分うちらの考え。火とかじゃない、炭、火は起こせるよでも、うん、やっぱナイフだって、ナイフあったら切れるし、でもナイフは別にガラスの破片でもいいけど、なんかガラスの破片こう嫌だよ、絶対無理、汚い、うん、だってさ魚切ってガラスの破片入るじゃん、確かに、うん、魚はさ味付けなしで食べるってこと、じゃあナイフが正解なのか、でもまあ食料なかったらそう、釣り竿も別に頑張ったら作れそうじゃん、作れないけど、うん、でじゃがいもとか、ね、泳げばいいんだよ、じゃがいも、じゃがいもとか植えててくれ、それは焼いたら、じゃが切れなかったら何もできないからね、塩とか、塩あればもう生きていけるんじゃない、塩はあの海水をなんとかすれば作れる、海水を干からび乾かせば、うん、乾燥させれば、まあ、いい感じでね、じゃあ水、いや水は海水を飲めばいい、海水を煮沸したら飲めるね、じゃあ熱中症対策にもなるわ、うん、確かに、これにみんな魚取れる前提で話してるんで正解はないね、イカならさばけるわ、魚は無理だけど、マジ、タコ、なんか一時期イカをさばくのにハマっちゃって、なんか自分でさばいて、イカ買ってきてさばいて炒めて食べてた、中学生ぐらいの時に、なぜかあれがいい、あ無人島にあれがいい、音楽聴くやつがいいな、いらないよ、いいじゃん、だってだってスマホなかったら流せないよ、電波当然通ないから、音楽 CD とかねそれさ一個じゃまあ完結しないじゃん、ラジオとかでもさ電波張らないじゃん、そうむずいね、音楽ウォークマンとか、いやなんかいらないって、スピーカー、生きていく上でウォークマンより歌った方が早い、いやだって音楽って結構癒されるじゃん、日常にだって無人島で癒される前に生き延びて本当にそんなさ、そんなあれだよ、よんびりしてる時間ないよ、そうだよ、でも無人島どれくらいいるの、どうやったら終わりが来るの、どうやったら1週間なら遭難見つかるまでじゃない、1週間なら音楽聴いてればさあっという間じゃない、いやご飯食べないと、水飲まないと3日で死ぬよ、水は海水、海水飲んだら死ぬらしいよ、え、そうなの、言ってた今、海水は飲めないよ、なんかあれなんじゃない、魚の菌とかがいるんじゃない、うん、まあよろしくないね、いや、 やっぱ水きれいにする薬みたいなのが欲しい、確かにそれが一番いいわ、ね、でも水だけじゃ無理、お腹空いちゃう水飲まなかったら死ぬね、いやご飯の方が探しやすいじゃん、食べ物か水分だったらどっちが大事なんだろう、水分だけか食べ物だけ、塩分濃度が濃いから死んじゃうってこと、食べ物にさ水分入ってるからね、食べ物かもね、うん、いや食べ物の前に水でしょ、でパンとかだったら死んじゃうよ、あ塩分濃度が濃くて人間が死んじゃうんだって、え、海水飲んだら喉乾くの、え、だから乾くどころか体に害なんでしょ、毒ってことか、うん、でも塩食べてるのと一緒ってこと、そうじゃない、塩よりやばいんじゃない、塩って別にさ丸ごと一口しようじゃないじゃん、無人島でウーバーイーツはあの携帯の電波が届かないので無理らしいです死んじゃうかも、まず無人島に人来たら無人島じゃないもん、うん、まず気づかれてたら無人島じゃない、軍艦島に行ってみたいんだよね、うーん、旅行行きたい、長崎、うん、ね、旅行行きたい、旅行行きたい、ね、それな、今海外で一番行きたいところタイ、タイなの、タイで行きたい、台湾行ったことあるけど、いいところ。一番行きたい海外は今度のコリアンね、コリアン。だから揺らさないでって。足乗せさせて。タイとアメリカ行きたい。おもろいみんな。なんで面白い？自由って言われてるよめっちゃ。普通だよ。タイってめっちゃいいよくない？なんかさ、TikTok で出てくるんだよ。うーん、めっちゃいい、魔女の宅急便のモデルになった街行きたい、それ台湾、あ違うわ、台湾はあれだ、フランスも行きたい、じゃあなんだっけ、なんだっけ、千尋じゃなくてなんだっけ、あそう千と千尋のあれがあるよ、フランス、タイのマッサージ激安なんだって、疲れた人いい、毎日行きたい、そしたらマッサージ行きたいな、でも千と千尋の神隠しのあれ行ったことある、マッサージ行けない人なんで、ね、笑っちゃうの、私痛すぎてよく整体で笑ってるよ、高校の時先生にさ部活の先生がさ足やってくれてたんだけど陸上部だったから、うん、めっちゃ笑ってて見るだけもうやってもらえなくなっちゃった、暴れるからやば、私痛すぎて毎回笑ってる、そこ痛いよねとか言われながらめっちゃ痛いですって笑ってる、ずっともう笑うしかない、寝るんだけど、全然寝れない、痛くて
おもろなんかなんか疲れた時に行くから疲れてね。じゃあ肩はね笑わないか、肩だけのマッサージ行き、あヘッドスパ行きたい。うん、首肩ですね基本。でも頭にさシャワー当てるとさ、うん、なんかもちょこい部分あるよね。もちょこいって何？何もちょこいって？もちょこいって何なんですか？くすぐったい部分ない？なんかない。あここめっちゃくすぐったいわ。どういうこと？だから美容室でシャワー何？頭やってもらう時も肩こりとかじゃない普通に慢性的にそんなによろしくない体が。日本と全然違う風景なところ行きたい。景色がアメリカフランスとかじゃない、アメリカ行きたい。食べ物は日本がいい。あれ何、カリフォルニアのディズニー行きたい。ああ行ってみたいけど一日じゃ回れないらしいね。フィーの地元のねカリフォルニアベイビー2日でも回れないんじゃない。じゃあれ美味しいよ、シスコライスがめっちゃ美味しい。うん、何それ、ウインナー乗ってる、美味しい、ミートソース乗ってる。カリフォルニアチーク塗ってないよ。ちなみに言うと私アメリカとか住んでたら太りそう。チーク塗ってないね、これただ暑いだけかも。私寒い国か暑い国どっちがいい。今日リップと寒い国、アイライン寒い国しかしてない。暑いのも本当に嫌いなんだよね。でも夏か冬だったら冬が好きだけど、海外で暑いとかか寒いとかだったら。なんでこれでお酒飲んでんだ。暑いところがいいかもしれない。お酒飲んでるかと思ったって言われた。海行きたい。どこが行けるか。どこがですか。なんか焼けても気にならない。部屋が暑いんです。ここ暑かったら脱ぐ枚数は決まってるけど、寒かったら着込めばいいだけ。真夏の、まあね、真夏にあの日焼けし気にしないで海を遊びたい。今年プール行きたいんだよね。行きたくない、ね、絶対プールと海行きたい。プールはもう行かない。水泳も被らなくていいプール行ったことない。え流れるプールとか行ったことない。それもやばい。本当にだから小学校以来行ったことない。市営プールとかしか行ったことない。市営プールもだって水泳も被んなきゃ入っちゃダメだもん。市営プールしかないってこと、うん、学校とか、うん、なんかみんなが焼けてて、びっくりそれだからみんなが焼けてるから自分が焼けてても気にならないところがいい。だからみんな焼けてほしい。ちゃんとした流れるプールに入ってみたい、流されてみたい。みんなで焼けよう。絶対に嫌だ。海に行きたいから。プールは行かないよ、もう行かないよってか、海の行っても言わないしな。の海の中にちょっと海泳いだところにさ丸浮いてるやつがあるとこあるよね、海で。うん、ね、あるよね。わかんない、なんか海のつながってるやつでしょ。そう、ちょっと泳いだら丸くて浮かぶやつがある。わかんない、ね、丸いブイが浮かぶ。え、それなの。そうでしょ。ブイブイってそれ。わかんない。遊泳禁止のロープ、ね、もうちょっとでもう42分だよ。やだ、ショールームしたい。え、じゃあしててよ。やだ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 、オープニングできない。今からできるようになります。みんなと配信に移り込んで、みんなと一緒トークショーしよう。ゆうきさんありがとう。みんなと一緒語り合う。ありがとう。カラオケはしないよ私。するなんて言ってないもん私は。ゆうは言っちゃった。私はショールームするよって言ったけど。だってさカラオケ配信するって言ったじゃん。だから私ショールームするよしか言ってない。なんで言ったじゃん。みんな遊泳禁止はあれだよね、さよならクロールとなんかもあったよね。うん、なんだっけあれじゃない、どうきみないっけ、なんだっ だっけなんかあったよね。なんかありますよね、うん、あずちゃんと仲良くなれた。もう仲良しです。うん、私ゆっかも言ってないのにカラオケ配信って聞いたのになってみんなに言われる。私ショールームしますしかない。リップグラスだって。そうだ、リップグラスだ。どういうかとかだっけ。今あの全部あのさよならクロールね。あ、さよならクロールしか、どうなんだったっけな。あずから聞いてます。言ってた、あずちゃん仲良くなったって、ね、でもあずちゃん、下の名前で呼んでくれない。なんか一回呼んでくれたけどそっから呼んでくれなくなっちゃった。サビ前なんだっけ、シャイプの。私は言ってないよ、引用しただけだから。いとももちゃん。あ、みんな騙されている。海はもう遊泳禁止。さ、あ、海はもう遊泳禁止。だから2番だ。あ、あ、2番か。2番のサビ前だ。理解した。泳いで遊んじゃダメってこと？わかんない。泳いで遊んじゃダメなんだ。
巧妙なトリックに引っかかったね。私はご飯を食べてたから。難しくてさ、うん、難しいヒサリップ。もうミートチって全然やんないのかな。やらないよ。え、なんかいつの間にか前座デビュー終わってたわ。前座デビューじゃないよ。前座終わってた。7月以来やってないわ。いつからやってないかわかんない。どういうこと？知らぬ間に。あ、およ、ん？歌詞なんてさ、急に言われたら思い出せないよね。メロディーが出てこなかったりする。そう、なんか歌詞があることは理解してても、難しい。なんか違う曲が入ってくる。立ち耳になりたいみゆ。ん？立ち耳の女の子。え、わかる。ゆきたみたいな耳になりたい。え？ゆきたの耳。立ち耳なのこれ？なんか耳が大きい人可愛くない？ここがさ、ここ耳とかじゃなくて、めっちゃ耳、こうやって髪の毛からこうやって耳が出るのが可愛い。めっちゃ耳。じゃあ出さないと横幅が出るんだって私。こんなんだけど。だってさ、耳さこうなってんだよ。頭の形よりでかいからさ、まあ、当たり前か。可愛い立ち耳になる。めっちゃ立ち耳なんだこれが。へえ、初めて知った。ね、最近さめっちゃなんか好きな曲が、うん、なんか意外と聞いてみたら、あ、意外とって全然、うん、全然意外じゃない。ね、めっちゃ揺れる。あ、ごめんなさい。なんかエブリデイカチューシャがめっちゃ好き最近。いいしね。ん、一番最初にやってみますかし。え、カチューシャやりたいの、ね、やりたいやりたいやりたい、ツアーでやりたいやりたい。でも夏だからいいんじゃない。カチューシャ初めてセンターでできた曲、夏だからいいんじゃない。カチューシャやりたいやりたいやりたい。でもさ16人じゃなくて18人版じゃない。全部曲、全曲やったことある。いつも確か16人じゃない。じゃあもうセンターでカチューシャできないかもしれないんだ。気持ちがいないまま夏が過ぎた。茶の瀬取りなんて知りませんよ、私たちだって。茶の瀬取りね、マジで何も知らない。本当に茶の瀬取りもまずあのファンミの、ね、やることも知らないから、私何も聞いちゃダメだよマジで。え、なんか結局夏曲はカチューシャがいい、好きだな。ポニシュも好き。ポニシュのイントロでマジで負ける。え、カチューシャが一番いい。カチューシャやりたいな。でもやらなかったのめっちゃさ怒られながらやったから、もう一回やりたい。でも夏のサンズグッドも好きだけど難しい。やったことない。でもめっちゃむずいってみんな言ってる。めっちゃ難しい。もう難しい。ちょっと遠慮かな。めっちゃあのファンミ、ファンミの前にファンミでやったんですけど、いつ終わるのこれ。ドボンで湖の秘密ファンミでやった時にドボンやんないとね。明日ドボンするんだよ。なるさんとゆうりさんに、はい、ギリギリまで教えてもらって、ゆきたん大先生に、なんとかできた曲なんですよ、真夏のサンズグッド。私？ん？今私って言ってた。言ってないか。なるさんと。うんうん、ゆりさんでしょ。ねえ、何時までするの？だからちょうどさ、ねえ、もう一生やりたい。ねえ、もうダメダメ。そんなこと言ってたら寝れなくなっちゃう。もうね、ツアー中の夏だからさ。帰ろうかな。夏曲いっぱいやりたい。でも目が通らない、通さないとゆきたん帰れない。でもゆき、夏曲ね、あれやりたい、うん。ドリアン少年がどうしてもやりたすぎる。NM、楽しいよ、ね。じゃあ大阪？ドリアン少年と、イビサガールやりたかった。うん。イビサガールやりたいし。でも今待つ時が嬉しかったから。僕らのユリイカもやりたい。うん、さっき夜ご飯食べてた。やっぱりさ、 あの夏の防波堤ってめっちゃいい曲だよね。うん。マジでカップリングがあったら、カップリングリカーバーがあったら防波堤で1位取りたい。え、いいね。マジで夢。ミュージックビデオ楽しみにしてください。カップリングリカーしよう今から。マジであったら絶対1位取りたいので、皆さんもう防波堤だけに入れてください。 MV、 あの MV 再生回数とかだったら、そう、毎日100回見るんだよそれ。MV の時に撮った写真がさめっちゃいいから早く載せたいね。ねえねえ、振りまだダメだよ、載せちゃう、ね、載せないよまだ、びっくりした。言うこともダメだ。彼はエメラルドとごめんねサマーと夏休み振り楽だよ。なんで知ってんのみんな。完璧ってこと。みんなが教えてくれるのそれは。振り楽なの、教えてくれてる。ありがたいね。でも彼はエメラルドをやりたい。え、マジで。え、やりたい。あと愛してラブルが好き。ねえ、もう50分だって。じゃあ21時までにしよう。21時には終わろうね。で、21時になったら21時半まで。絶対やだよ、私。21時20分にしよう。うん、絶対やだ。みんなも聞いてるの疲れちゃうよね、多分。疲れちゃうよね。あの、携帯1台の人は多分他のことしたいんじゃない。そうそうね。そばかすのキスは楽しいよ。でも、そばかすのキスめっちゃ好きなんだけど、やりたい。やりたい。1回しかやってない。あと何してくるの。リカワでちゃんと衣装着てそばかすのキスできたの嬉しかった。なんかさ、そっか、本家の衣装、うん、本
関係の衣装いいよね。ね。え、マジであれ着替えれるか分かんなかったもん。マジであの間に合わないと思ってた。コンサートの早着替えにめっちゃ苦手みよ。あのコンサートの早着替え私だけなんか前にあったから、ずっとがあったから、なんか一人だけちゃんと着替えるなんか止まってなかったんだよね。ここら辺止まってなかった本番。 B さん、あーいいね。 B さんは HKT さんです。矢吹奈子さん、え、ビキニ太陽やりたい、大好き。よし、シールできた。あ、ビスダンサーはなぜなくなるのか。ふぅ、あと泳げる、何が、お、う、上、う、水泳、水泳、泳げる。水泳はそんな泳げない、てか泳ぐことない。ビキニ太陽、え、めっちゃいいじゃん。トランソニックさん、ありがとうございます。歌わないよ。浴衣で不器用太陽だってやりたい。浴衣着たいよね。浴衣で撮影、なんか夏フェスとかで浴衣着たいな。夏フェスで着るの暑くない？外だよ、外の。だから、マジで地獄よそれ。でも先輩やってたよ、前のめり。前のめり難しい、素敵だった。前のめり、大西さんの卒業公演で前のめりやった人全員難しいって言ってるから、ちょっと怖いかも。前のめり好きだけど。でもホテちゃんもやりたいって言ってた、好きらしい。前のめり、難しい。なんか好きな曲って難しい。君や音楽堂みたいな。グリーンフラッシュやりたい。え、てか君ベイビーベイビーベイビーを入れたいの。え、わかる。あシャム猫やりたい。ずっと言ってるね、さっきから。好き好き好きもやりたい。ワルキーやりたい。ふう。あとヘタッピーウィンクやりたい。あのちょ、あ、でも愛のストリッパーもやりたい。カラコンウィンクの期間終わっちゃうからヘタッピーウィンクやり、あの急にそれにちなんでやりたかったけど終わっちゃう、ね、あ、そういうこと。ヘタッピーウィンクね。お腹なった。あ、12秒やりたいですね、HKT。 12秒、いい、福岡でやりたい、いい曲。12秒やりたい。てか HKT さんの曲マジで好きなの多いからね。揺れる。自分で揺らさないでよ、揺れるのに。ゆきたち天才だって。え、なんで？いい曲急にでしょ。おもろい。やっぱりユニットが気になる、自分の。え、確かに。ユニットも知らないよね。なんか別にさ、言わ聞かれてないじゃん。何やりたいですかと。本当にね、関わってない今回マジで。今回なんか自分たちで決められないらしい。なんで？だからどうなってるのかわかんない。ね。何になるかな。なんかわかんない。まあ、どうなっても私たちじゃない。ソロとかあんまなさそう、うん、人数が多いから、うん、多分ない、尺的になさそう。あ、波乗りかき氷大好き。やりたー、いいね。スイカベイビーも好き。いいね、いいですよ。夏曲でいいよね。夏曲大好き。夏曲できそうじゃない、たくさん。わかんないけど、ね、これでしなかったらどうしよう。え、絶対するでしょ。最高回でいい、ね、盛り上がる曲やりたい、ね、ビンブルドンやりたい。あー、でも年齢層もうちょっとしてる。言うな言うな言うな。年少組がやるだから、ゆきたちでめっちゃ可愛い曲やろうよ。急にね、やろう。いいじゃん。急に一番可愛い衣装着ちゃおう。天使の尻尾やる。あ、やったやん。やったよ、もうやったやん。ダメじゃん。天使の尻尾やっちゃおうかな。センターでね、ピンクの衣装とか着ちゃって。何がいいんだろう。ユニットでしょ。でも選べないもん、こんな。3人でやるなら何、この3人で、うん、むずっ。むずいね。でもさ、ね、狼とブランドやりたい。やりたいやりたいやりたい。絶対やってそうなの、のんちゃんとコッコなんだよ。やりたいやりたい、やらせてよ。17期のさ、17期の単独コンサートの時さ、最初この3人でジッパーやろうって言ってたよね。やってた。で、結局違うでしょ。ゆきさんが嫌だって言うから嫌だ。でも狼とブランドやりたいって言ったのに、マネージャーさんにネタ枠になるからやめてって言われた。狼とブランド。そうだよ。年上がやるとネタ枠になる。濃厚がやったらなんかいい感じじゃない？ミエもやりたい。ミエもだってまだ20歳。人生かけないときは。おもろい。隣のママ、ゆいちに隣のママをキレッキレで踊ってほしいかも。ちょっと。ちょっとおもろいな。ジッパーはちょっとまだ早いかも。ね、うん、まだ21歳だからちょっとごめんなさい。まだ21歳ごめんなさい。だって3人ならフィンランドミラクル。何なんだろう。もう一回キャンディーやりたいな。キャンディーやりたい。マジで嬉しかった。キャンディーもずっとやり続けたい。
なんだろうね。あとごめんなさい、あのジッパーはまだ早いです。誘惑のガーターは私椅子に乗って踊れないので無理です。高所恐怖症なので。じゃああれも無理じゃん。A 公演の時めっちゃ怖かったの。あれなんだっけ、忘れちゃった、ど忘れした。キャンディーいいね。うんとね、シーズゴン、うん、今歌詞しか出てこない。2番の歌詞が出てきた。シーズゴン絶対転びそうなんだけど、私絶対事故る理由。終わる絶対に。シーズゴンやりたいな。でも絶対ウィンクの銃弾やりたいな。ウィンクの銃弾、あーいいね。 A 公演の時ちなみにめっちゃビクビクしながら、だからめっちゃ足元こうやって椅子見ながら上がってました。あ、ナターシャ、え、椅子使う系のやつやりたい。 なるほど。椅子はちょっとあの転びそう。え、逆転王子様やりたい。やりたい。言われたさっきも。やりたい。くるみとマロンがもうシーズゴーン危ないとか。誰かこけるもしかして。でもシーズゴーンめっちゃ好きなんだよ ね。めっちゃ好きだけど。でもあのゆえりさん絶対怖いとかのを見るのが好き。わかる。それはそうだ。自分雨の動物園ゾウやりたい。ゾウ。ゾウがいい。みゆ。ゾウしかやりたくない。ゾウあの絵なのに。一緒やりたい気が出てくるね。おもろすぎる。ゾウの衣装が一番可愛い。おもろすぎる。あの絵を描いてる本に画像なの。ね、ゾウやばい。なんで水のゾウの絵が今脳から思い出してきちゃったの。すごい覚えやすいでしょ。ゆかさんもゆきたんがやってた、衣装着たい。全部全衣装制覇した。ショートケーキやりたい。いいね。バード、あ、レディキュアでやりたい。あれやりたい。でもノースリーブスかな。ダメだし。え、やりたい。あれパンはやりたいって言ったの。レディキュアデーじゃなくて2人のやつ。2人のやつ、あのあれ、んユキリンさんのやつ。2人でもでも、うん、コンサートでやってた。コンサート、あの前座でやってた。あのアイちゃんとかユキリンさんの、うん、なんだっけ前座でやってた曲ってなんだっけ、うん、なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。ロマンスかくれんぼが今じゃん。その前なんだっけ、18期がやってた。ハートごと、え、違う、ハートの独占権。ああ、やりたい。やってたね、ハートの独占権やりたい。でも9時になっちゃう。9時20分よどはんはんはん。ついね、サビがやばい、なんか止まっちゃった、充電なくて。この配信楽しいって嬉しい。みんながいれば楽しいよね、やっぱり。みんなが見てくれてるからね。ライスが食べたくなる。ここが暑すぎて。暑い。暑いからやめよう。もうなんでそうやってすぐやめようとするの。違うよ、だって最初に何時に8時半までって言ったの誰だよ。誰か見知らない。ミユだよ絶対に。帰れなくなっちゃう。こんばんは。いや帰りたいんじゃないよ。君に会うたび恋する。終わったらやることがある。君に会うたび恋するいいよね。みゆもさやりたくてさ公園に入って嬉しかった。え、あれがやりたい。んスコールの間にやりたい。あーやりたい。期待したいだったのに。やりたい。ちょっと一回ゆきたち瀬取り決めてさ。え、やりたいよね。投票もう一回単独コンサートやりたいからさ、意見、ね、盛り上げをよろしくお願いします。投票しよう。やりたいね。昇格コンサート、ごめんなさい。地震ぐらいでかかった。ジュース飲みたくなってきた。錬金やりたいよね。わかる。でも私錬金やりたい。シアターの女神もやりたいんですよ、ね、シアターの女神やりたい。シアターの女神やりたい、ね、あれもやりたい。緑のアルバムのやつ。逆上がり、逆上がり緑じゃない。リセット、あれ違う。え、なんだっけ、なんだっけ、脳内パラダイス。うん、あ、でもそれはやりたい曲言って。え、待って、一曲かい。タワーが来た、ありがとうございます。マカロニホーケイトさん、鉄のもやりたい。泣きながら、あと16シンパシーももう一回やりたい。くま、あと逆上がり声ももう一回やりたい。泣きながら微笑んでやりたい。何がいいんだろうね。でもコンサートの瀬取り見たらどうなるんだろうね。こちら、えぇ、ってなるのかさ。どうなるんだろう、ね、あーってなるのかさ。ジュンさんありがとう。瀬取り気になりすぎて寝れない。じゃあ寝て、さちょっと寝てほしいかも。でもさ、いつ言われるかもわかんないじゃん。え、でもそろそろ練習しないとやばい。6月だっけ初日。うん、4月。4月の終わり。まだ大丈夫か。でもその間にもいっぱいいろんなことが入ってきそうなんだよ。そうなんだよ。なんか別に5月そんな暇じゃなさそうなんだよね。なんか何時までするの結局。9時半。え？時が止まった今。え、時が止まった。サムネコやりたい。だってファンミがあるんだよその前に。サムネコやりたい。
と言ってる。猫好きって言ってるね。猫アレルギーもやりたい。猫アレルギー、どうしよう。何時までやるの？2時半って言ったじゃん。長くない？長くないよね別に、うん、だって今30分あっという間。考えて9時半から始めたら、いや10時半ぐらいに帰りたい。本当に帰れる？30分ってみーもだってもうあと踊るだけだもん。そっか、オープニングやったもん。もうみーそうだった。うちらがダメなんだ。ミートもやったもん。みゆ、じゃあまあ家でやれば。いや家でやったらここに来た意味ないじゃん。家だからもう来たじゃん。やったんだよ。やってないよまだ。中盤やって。でも動画でさ、まあ、さ動画で確認してさ。でも明日の朝まで今ここで踊ろう。だって明日の朝も2時間あるんだよ。やだよ。みんな見てるんだから。やるんだって。そういう話。真剣に話してんだから。ダメだよ。みんなに。オープニングをやるんだって私は。オープニング難しいよね。うん、ちょっとリアルな話。じゃあ9時半ね、うん、9時半になったらみんなの配信勝手に切るからね私が。伸ばそうとしたら切るからね私が。ごめんけど。よし、オッケー。でもじゃあ9時半からもうすぐ始める。もう踊る。通す。もう通そう。嫌だよ。通すよ。じゃあ一人でやる。ここでなんでね。私先に行くよ。なん、どこに？え、レッスン中に。あ、そういうこと？そうだよ。アンコールは完璧。中盤とアンコールはやったのも、うん、ちょっとユニットが結構危ないから。できるかな、アンコール。話しながら、マネージャーさんと話しながら。マネージャーさんと結構大事な話してたね。あ、大事な話しながら。やばい、ジュース飲みたい。大丈夫かな。ジュース飲みたいけどって感じですね。確かにカラオケ一曲じゃあ歌おうよ。うん、何歌うの？み、盛り上げるよ。2本しかマイクないもんだって。何を歌う？じゃあ順番で何歌う？何歌う？何が聞きたいですか？じゃあ最善のやつ。じゃあ桜のソング。ちょっと桜のソングじゃなくていいかな。いや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 。桜、はい、ソーロングしよう。ソーロングいいじゃん。あ、じゃあギブミーファイブとか。いいじゃん。あ、いいよ。あの BGM 上げて。ギブミー左上。左上。あ、でかかったわ。平気だった。こんなでかいんだっけ？カラオケ全然行ったことない。なんでカラオケ行かないの？友達と。行かない。陰キャだから。え、陰キャとかじゃなくない？カラオケは行かない。手で数えるくらいしか行ってことない。カラオケはよく行ってたわ。高校生の頃とかめっちゃ行ってた。この前初めて夏帰省した時初めてボウリング行った。桜の木になろう。桜の木になろう。いいよ。大好き大好き大好き。こんなテンションなの急に。桜の木になろう歌うの。ソーロングも、ソーロングと桜の木になろうとグリーンファッションいいよね。曲調似てるな。ベターも好きだよ。見えるベター。じゃあ二人が歌ってんの聞こうかな。私はじゃあユキタもソロでよかったの幸せだよ。急に急に桜なのに。10年桜もいいね。全国祭典なの。分析祭典。あ、分析だね。全国祭典はちょっと戦うことになっちゃう。そうなんだ。なんかあのね、ランキングがあるのよね。ゆらさんなんで。ほんとにじゃあ落としたね。うるさい、そういうの。うるさい。だってどんどん私があの鏡の面積広がってるもん。なんかさっきから押されてつもりがほぼ鏡。あー、ね、めっちゃ映っちゃう。気まずい。おもろ。まだ本当にねえねえ、あのさ、トッポのガチャガチャしたいんだけど。あるよ渋谷に。どこにもない。トッポのガチャガチャ見つけたら教えてください。もう売り切れてんのかな。渋谷になかったっけ。わかんない。渋谷の確かね、あの一番こっち側にあった気がする。トッポのガチャガチャ欲しい。何歌う？桜。いいよ、楽しい曲から入ろうよ。桜目さんならわかる。桜。桜にする？え？あ、やば、絶対ユキのさ、キャミ。キャミは大丈夫だよ。うん、見せるもんだ。急に。大丈夫、私あのズボングレー色。グレーって言われた。そうだけど正解だけどね。めっちゃズボングレーだけど。ね、パチの色当てられたみたいなテンションで言うのは。グレー色のズボンって言われて、あそこはあの、ね、今めっちゃ焼きそばのこれ見えたと思った。ね、映ってなかった今。チラ見せして忘れちゃう。絶対やだ、ダサすぎる。こんばんは。桜のしおりだって。ウケる。ウケない。ちょっと今このテンションではウケるって
もう深夜テンションぐらいの勢いしてない、ね、何何歌うの。じゃあ桜って調べて、あの歌える曲にしてみようよ。でもさ、このテンションでいきなり桜の木になろう歌ったらさ、ちょっとダメかもそれは。歌える夏曲は、夏曲、急にもう夏だよ。だってないかも。もう夏だよね。何が聞きたいの、みんな。みんな聞きたい。意見ちょうだいよ。サクトベ。完璧グーのね。急に？完璧グーのね、あれだよ。フェアリーテールの曲だよ。完璧グーのねさ、小学生の頃さ、勝手にフリー。フリーもね、クリコピしてたんだよね。だからねえねえ、エリコってさ、10時までショールームしてると思う？ねえ、エリコがショールームの部屋に来てと言ってますって、なんかめっちゃ言われるんだけど。じゃあ行ってみようかな。一回家じゃ、これでもこのまま行ったらダメです絶対。うん、だって映っちゃうじゃん、いろいろ。映さなきゃいいね。え？何が映っちゃう？ゆきの顔で。本気で言ってる？行けるかなこのまま。じゃあどこまで。だって充電器も行きたい。じゃあこれにも置いてく。え、置いてくの？ちょっと天井映していい？あ、天井ならいけんじゃない？